夢ラジオ第6239回今日は令和6年4月12日金曜日です時刻は午前9時半横浜港北曇りの金曜日ですねけれど街は明るいいかにも春というそんなお天気です今日は午後緑道を走りに行きましょう さて9時半の夢ラジオ今回は日米の月面着陸計画夢がある計画ですね日米月面着陸計画今回岸田首相が米国を訪問しそしてバイデン大統領との会談でこの月面着陸計画が 発表されまししたね素晴らしいニュースですよ宇宙へ行く技術というのはもう機密の塊でそのパートナーに少なくとも2名の宇宙飛行士日本から日本人の少なくとも2名の宇宙飛行士を月面に送るそして宇宙探査するという NASA の発表これは もう米国からの日本へのもう宇宙の探査そして月面着陸っていうのはある種国威発揚でもありますよね。でそれをアメリカ単独でやってもいいのに日本人ととそこに来るのはイギリス人でもフランス人でもドイツ人でもないんですよ。ももう今アメリカにとっても 頼れる国は日本だけなんですね。実は。ですから、この夢ラジオでよく話しておりますが。今回の岸田首相に対する歓迎ムード。そして、この。月面着陸計画、いいですね。アメリカ側も日本を立ててくれてるわけなんですよね。でも、日本の。ま特に保守の言論人っていうと。 なんかアメリカが憎たらしくてたまんないのか、まあ、アメリカによって日本がぶっ潰されたと、ね、GHQ によって日本が壊されたともこんな時代遅れなことばっかりずっと言ってるんですよ日本の星を張ってこれは賛成党もそう日本星党もそうだから相手にされないんですよ。でもう世の中はどんどん先に行っていて日本とアメリカで共同してね 月行こうかっていう話になってきてるわけなんです。でアメリカがそういうことを言ってくるときに日本を敵視しているわけないんですよ。もちろんアメリカとてそのアメリカの国益をあの基づいて外交をやってますから、それは日本に圧力もかけるだろうし、日本を踏みつぶすようなこともするんじゃないですか。まあ、ところがよく日本の保守派がねその構造 改革を要求されたから日本経済がなんかここ30年停滞したままなんだとかむちゃくちゃ言ってますよね。あのアメリカの言われた構造改革ごときで日本の経済の行く末が変わったりはしない全然。もし日本の企業が強靭で日本経済が世界のレベルをあの 世界をリードするようなレベルであったならアメリカから構造改革言われようがでそれを実際に実行したとしても要するにそれ民営化やれみたいな話でしょ日本経済はそれでも着実にあの広がっていったはずですよむしろ民営化っていうのは株価の増大とか経済の発展とかに資するわけですからでその保守派の人たちが何言ってるかっていうともう,もう古めかしい五層船団方式のね日本の どうしてこうガチッと固まって株も持ち合いをやってもうあの財閥のね銀行と商社と製造業とあのそれが一体となってなんか日の丸日本でやりますみたいなそんなのは別にアメリカの構造協議言われようが言われまいがですね時代遅れになってたんですよあのバブルが崩壊した時でねすでに。 日本経済が発展できなかった理由は別にアメリカからの圧力とかグローバリストの陰謀とかとは違うもっと日本固有の問題で日本人が自分でその理由を本当は国内に探さなきゃいけないと思うメンタリティも含めてねそれは絶対やらない日本の保守言論人は全部悪いの外側なんですよでいざとなったら GHQ とかこういう,う話なんですよねもう薄っぺらいもええところなんです。 でまあ、そういう日本のね保守派保守政党保守言論人がそういうもう30年も40年も前みたいなことをいまだ言っているうちにもう現実は日本とアメリカで月行こうかというそういう警告計画をぶち上げるところまで来てるんです。それはアメリカ側からの日本パーートナーにしますよという宣言でもある。そうすると日本はイメラジオでよく話しておりますが。 ありがとうと、こっちもそのパートナー、ぜひ受けて立ちたいと思う。その時には国防、あるいは世界の防衛、これをアメリカと一緒に担っていく、そういう用意があります。憲法も改正します。自衛隊を防衛軍にします。また国防軍にします。陸海偶、陸海空、これで東アジアの防衛をより固め、アメリカの負担を減らし、そして日米共同で自由と、 民主主義とそして経済的繁栄をこれからも、えっと、享受していいいきたいと思いますこういうべきだよねその時に日本人とアメリカ人で月行くってもう涙が出るような話じゃないですか。日本の保守派言論人の,あ,のある種自虐のもう保守派も自虐だと私は思っておりますからあの自分たちがダメだと。 日本ダメだと言ってるのは保守派だよね参政党とか日本保守党とかあとチャンネル桜とか日本がダメだってなんか言い続けてますよ。でその理由がグローバリストともう少子千番思いませんかでそんなことやってるうちにもう現実はどんどん向こう行って月行こうという話になってるわけです。で岸田首相のの今回の 米議会演説でもお二人の宇宙飛行士の方ちょっと立ってくださいみたいなシーンがありましたねああなってんですよもう岸田さんは今回の米議会演説でまあ政治的な任務はもう終わったかなという感じですで。次期首相誰だろうという話に政治の争点はいくでしょうが次の首相が誰になろうとも。 日本のパートナーはもうアメリカしかいないし他にいないじゃないですか日本のパートナーってあとはもうごろつきみたいな国ばっかりなんですよ日本の周囲ってまあそのことを考えても80年前90年前にアメリカを敵視してそのアメリカに戦い挑んでで最後までもう負けたって言えずにで国民にどんどん犠牲が出ても知らん顔したっていうあの 大東亜戦争時の軍人、そして政治家は。万死に与えます、ね、与えしますね、本当に。この枝の。このえふ丸田の、山本五十六田の。あの。東條秀機だの、あの手の人たちですよ。夢ラジオ、今回は日米。月面着陸計画、夢のあるお話です。